作り、お疲れ様です。ザッ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 。おお、久しぶりに見ました。久しぶりに聞いた。はい、どうも塗り替えの、あ、間違えた。株式会社ナナイル。あ、間違えた。南施工サービス。こっちの方がしっくりくるわ。一応 MT 工業ですね。 MT 工業やね。今日土曜日っすよね。今日土曜日。今日休みなんすか。いや、仕事ねえもん。俺仕事ねえもん。ないんすか。そう、毎日休みで。まあ、てな嘘で、はい、まあ、今日はまあ土曜日でちょっと雨降っとるやん。今日あ、降ってます、降ってます。そう、今日朝から雨降っとるもんでさ、はい、ちょっと昨日の予報でまあ明けになったんだよね、土曜日。あ、そうなんですか。そうそう、でまあ1週間1回じゃん、なんかドキュメンタリー方式みたいなさ。はいはいはい。そうそう、で今日がいいなと思って。あ、そうそう、本来なら明日でしたもんね。本来日曜日やったのに、日曜日はさ、ちょっと俺用事があってさ、ちょこちょこね、はい、あの富士サファリパーク行かなかんのよ。あー、仕事で。あ、仕事で、仕事で仕事で富士サファリパーク行かなかんもんで。はい、まあ、今日一応休みなんだけど。はい。なんと、お、まあね、 MT 工業になりまして、初めて。はい、見積もりが来ました。おお、さあ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 。まあ、ちなみにね、はい、資金を持ってきたんだけどさ。はい、どうこれ。お、面接か。どう、いい感じ。いい感じっすね。まあまあ、その見積もりって言っても、まあ、今さ、俺応援っていう形で取ってさ、そのやっぱ足場とかさ、何やるにしてもさ、はい、材料とかいろいろいるじゃん。はい、でそういうのも何も持ってないじゃん俺。あ、だってもともとだって足場材も会社のものだったし。はい、そう。だってまあ今体一つで、まあ、応援っていう形でいっとんだ。はい、ずっとね。で、まあ、今回、まあ、その見積もりもらったのが、はい、まあ、知り合いね、はい、知り合いから、まあ、足場塗装シーリング、はい、まあ、外壁塗装ですわ、うちのバッチ濃いの、はい、俺のね、はい、でもそれを塗り替え道場に振ったるわつ。はいはい、うん、そういうことなんだ。で、その見積もりをしに南区に行くん、はい、何もなかったらさ、多分仕事取ってこない、そんな仕事。そうですね。知り合いに塗装とかできるって言われて、はい、いや、できますなんか多分言えんよね、はいはいはい、何もなかったら。ただ俺には塗り替え道場っていう知り合いがいるわけじゃん、仕事を振れるっていう。はい、そうそう。だで、まあ、見積もりしに行って、はい、まあ、大体だって俺塗り替え道場のさ、あれを分かってるわけや。仕組み、そう、仕組みっていうかさ、単価じゃないけどさ、はいはい、まあ、塗り替え道だったらどれくらいだったりやってくれるだろうとかさ。まあ、ただまあ今回さ、なんか出たじゃん、あれ。それで応援で行っとるじゃん、はい、やっぱこういうイレギュラーもあるわけじゃん。あ、雨、なんかそうさ、雨で、まあ、急遽開きますっつって、はい、それでなんか本当にさ、まあ、会社だったらさ、そんなことは絶対ないわけじゃん。ないですね。もし現場が飛んだとしても、はい、じゃあ明日現場回りし、明日現場回りしようとかさ、はい、なんていうの、じゃあ なんか書類作ろうとかさ、はい、なんか見積、まあ、じゃあこの時にじゃあ見積もり全部やろうとかさ、できるわけじゃん、結局、はい、空いた時間とかに。そう、空いた時間とかにね。それがやっぱなんか多分、まあどれくらい、俺もだって9年おったもんで、はい、初めてに近いぐらいで痛感したんじゃない、このバラシじゃないですけど、暇みたいな。そうそうそう、暇ね。だって今までだってなかったじゃん、会社だもんでさ、はい、じゃあ月曜日から土曜日まで仕事みたいな頭だったわけや、はいはいはい、で土曜日飲むわけじゃん、はい、土曜日飲んで暴れてまた殴られるわけじゃん。それを日課じゃん、もう俺のね、はい、土曜日飲んで暴れるのが俺の日課じゃん。はい、まあ、これ勝ったぞ、これ勝ったぞ。なんでなんかほんとさ、なんかまあ卒で出て、はい、まあじゃあ来週ね、月曜日明けとか、はい、やっぱ土曜日明けっていうのは、もうこれでこんなんがザラなんだよね。おー、でやっぱそこに従業員がおったりとかするってさ、はい、暇を作ったらあかんもんで、はい、飯食わしてかなあかんわけじゃん。はい、だでまあそのどっか月曜日行けないですかとか、はい、どっか土曜日行けないですか、はい、まあいろんなとこに電話するわけじゃん。そうそう、案の定今さ俺3人で動いとんだけどさ。あ、そうなんすか。うん、俺とまああと2人おるんだけど、はい、あ、もう2人いるんですか。2人おる。3人で動いてる。毎日マジっすか。毎日3人で動いてるんだけど、はい、その子たちに、まあ土曜日ちょっと休みだけどどうするって言ったら、あ、全然休みでいいですよ。あ、オッケーっす。オッケー、どっかあれで探そうかって言ったら、普通に、はい、いや、全然休みでいいよっつって、オッケーっつって感じだよね。だってまあ最初なんか本当夜勤から始まったんじゃない、土曜日の夜から。ああ、そうですよね、終わってすぐ。そうそう、次夜勤。そうそう、次の夜勤って言っとったじゃん。はい、で、一番初め方で何、そのまあ俺は足場やりたいって言っとったけどさ、はい、まあ、その子たちもその足、もともと足場じゃないから。あ、そうなんですか。塗装とか、はい、まあ釣り足とか鉄骨とかやっとる子とかもおるもんで、はい、でまあ一番初めからやっぱ俺はもう ずっとさ、足場の職人だったから足場やりたいなと思ったけど、はい、だけどそんなうまくいかんのよ。
あ、なあ、そうそう、だって一番初め土曜日夜勤やった仕事なんて、あの配管設備、はい、プラントの中でトヨタの、はい、トヨタの工場の中で、はい、ドレンキャップっていうか、なんか交換、はい、そうそう、そんな仕事しとった2日間、ちっちゃいこんなちっちゃいこんなもんね、はい、こんなもん交換するみたいな、はい、で俺らだってもう足場で結局ね、リュウジ君とかショウっていうのは足場で仕事を取ってきてるから、はい、足場の仕事しかないわけよ、はいはいはい、結局はそれ以外取ってきてないからね、はい、でもそうもいかんわけじゃん別に、そうですね、材料があるわけでもないし、はい、で体一つだもんでさ、はい、もうどこでも行くしかないから、もうとりあえず何でもありだよね、はい、でなかなか難しいよね、俺もなんかコメントにも書かれとったじゃん、お前なんかできるかとか言ってて、はい、やっぱ確かにそうだよね、思ってたよりハードルは高かったって感じだもん、それ。まあでも別にね、そんなの楽勝だよね、もともとだって16人かなんかあったやつが、別に 2,3 人だからさ、別に仕事なんか応援で行こうと思えば別にいくらでもあるもんで、はい、あ、そうなんですか、そうそう、ただ選べないってだけ、職種を、足場がやりたいですって、で足場はまあいろんなところに電話して、じゃあ足場この日この日とこの日空いてますか、はい、入っていいですか、で他の足場さんにこの日とこの日入っていいですか、はい、っていうのは無理だよね、難しいよね、向こうがその忙しい時にしかだって人欲しくないわけじゃん、はい、なのにじゃあ行ってもいいですかって、別に関係もないやつがさ、いきなり行ってもいいですかって言ってもさ、行けるはずがないじゃん、はい、でまあとりあえず最初はもう何でもありだよね、そっからまでやっぱ自分でね定めてって、やっぱ常駐って言ってさ、はい、まあ、ずっと使ってもらえるようなところを探して、はいはいはい、まあ自分が行くなりそこに、はい、そうそうってやってかんと、やっぱりいきなり最初の最初からなんか常駐で使ってくれますかっていうね、ないから、はい、その後今入っとんのが、まああのでっかいさ工場の中なの、でっかい工場っていう、はい、なんていうの、鉄を作る工場みたいな、はい、めっちゃでっかい工場に入っとんだけど、はい、もうそこでも声かけられるよね、やっぱり。あ、マジですか。まあそれほどでもなんだけどね俺それほどでもなんだけど、それほどでもなんだ朝礼とかさ、やっぱめっちゃ人がおるわけよ、はい、100人とかさ、はい、マスクつけてやっとるもんね、みんなね、コロナ対策として、はい、うん、だけどさ、俺あの保護メガネってメガネもつけとんのって、はい、まあ一応透明なんだけど、はい、それでもパッなんか見られてさ、はい、一瞬ね、あれっつってミッチーじゃんとか言って、あっ、うっすうっすみたいな、はい、なるじゃん俺は、はい、うっすうっすとか言ってさ、なんでこんなとこにないのとか、なんでこんなとこにおんのみたいな、はい、本当に解雇になったのとか言っていや解雇ではないんですけどあのちょっと社長もね修行してこいっていうことでっつって、はい、で今ちょっと僕一人でやってますっつって、あ、そうなんだっつって、ちょっと後でサインちょうだいとか言って、まあ冗談だけどね、そこでは言わないですか、んミッチーさんなって言わないですか、じゃあそこでは言えんかってねだいぶあの年齢上の人だったからっつってまあそこでね、若い子だったらね、お前さんだろっつってミッチーじゃねえだろっつってバッキーブーっつってなるけど、多分なるけど、はい、まあでもまあ、ね、でもそれも冗談じゃん、はいはい、俺もさ、そうです、でまあそれもマジ嬉しい、だって俺もそっからなんかいろいろつながることもあるかもしれないですね、そうそう、つながるかもしれんし、やっぱまあそれを仕事につながるかもしれんじゃん、はい、やっぱそういうとこ大事にしてからからね、そうですね、邪気に扱ったらからな、はい、うん、だから俺もそこは大事にしようかなと思ってる、今大事にしようかなっていうか大事に今してっとるよね、やっぱ、あ、もうすぐ着くね、着きますね、あの信号左に曲がって、はい、ちょっと行ってくろ、待ってください、戻ったら電話する、わかりました、戻ってくろ、よいしょ、いいですね、お疲れ様です、サビはどうでした、んどうでした、ボーボーシーって言った俺のまあでもまあいい感じだったかな、あ、そうなんですか、うん、いい感じだった、まあ言ってまあその点は俺分かったよね、ほんとさ、はい、塗装の営業マン雇ったやん、一応、はい、一応かじり程度では分かるわけやん、ちょっと待ってください、うん、じゃあいいって、いけるって、いけて、ぶつけたらぶつけただがよ、普通に、リュウジ君の先生です、だろう、失敗なんか恐れとったらお前前に進めんぞ、わかりました、ぶつけるの恐れとったらお前に進めんぞ、ドライブ入れんぞぶつけたら終わりだからなMT 工業、あの初の1件目決まりそうだわ、お、マジですか、マジマジ、いやまだ分からんけどね、まあ見積もり出せて、まあある程度探りで金額が言ってるけどね、触りな感じで、まあいくらぐらいですねっつって、まあこれからこれ以上にはならないですよ、それだったらみたいな、はいはい、でもそれ言っとかんと、はい、で分からんわけやん、
お客さんもさ、はい、でいきなりバカーンって変な金額出されてもさもういいわってなるじゃん、はい、で最初にそこを触り程度にいっとかんと、まあ、これぐらいからこれぐらいなんですけどどうですかご予算的にはっつって全然いいよっつって全然いいよっつって余裕でした余裕のよっちゃんです反応しろってちょっと待ってあれが大事ですよねなんかリピートみたいなそうそうリピートアフターミーマイケル・ジャクソン。No. マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン。ちマイマイケル・ジャクソン。マイマイケル。What you wanna do? What? Really? Can you celebrate? 戻りたいとか思うんですか？ね。とりあえずの目標とかあるんですか？目標っていう。まあ年内だよね俺の場合はまあ今年の目標って感じかなその、はい、将来の目標とかじゃなくてさとりあえず今年の目標は2021年、はい、2021、はい、世界が核の炎に包まれた時ドクドクやーある男は倒れたデーンって言ってくれた北斗の拳のパチンコあれじゃないですかこれが私たちの絶勝だ2021の目標は、はい、まあまあ俺まで社長にも言ったねその従業員まあやっぱ10人はい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 、はい、従業員10人はいプラス、まあ、自分たち今応援だから応援じゃなくて受け、はい、受けの物件をやってこなしていく受けっていうのは自分でで仕事取って見積もり出して、はい、まあその1軒いくらみたいなああはい1人行っていくらじゃなくて、はい、そう1軒いくらみたいなやっぱそういう仕事を取っていく今年それが今年の目標かなえじゃあ従業員とかも募集してるんですか従業員とかも今募集してるけどまだやっぱそのね俺らもまあいろんなとこ転々としてるわけだからさはいそうだってまあちょっとは慣れてきてからかなってこの3人がはい3人が慣れて割れてこれるようになってからまあちょっと従業員を募集していこうかなと思ってるけどはい、うん、結構来るんですか、まあ、インスタとかでインスタとかで来る結構なんか働かしてくださいって言って働きたいですって言ってはいまあちょっと待ってくださいと言ってるけどねああそうそうまあまだそのねまあ俺らも慣れてないからさ、はい、慣れてないのに人間だけバーッと増やしてさ、はい、迷惑かけてもいかんじゃん元請けさんに、はい、ねその何も分からんようなやつがさもう全員例えば10人バーッとってさみんなさあのリュウヘイってやっててもダメじゃん、はい、TikTok やっててもダメじゃん仕事中にさね、パンケーキ食べたいパンケーキ食べジュニーやっとったらどうする俺多分全員ボコボコにするよでまあそんな感じですかねはいはいでまああとはあそうミッチー君ってあれなんですか建設求人道場投稿するんですか求人道場は、はい、最近毎日見てる見てるんですか投稿しようかなと思ったんだけどやっぱその3人がとりあえずはさ、はい、ねまあやっぱ割れれるようにならんとはい誰か連れて歩けんわけやん、はい、でまあそこがまたねちょっとしっかりしてきてからまあ求人は考えようかなと思ってるけどまあ1ヶ月後になるか2ヶ月後になるか分からんけどねはいまあでまあ求人道場ってね求職者と、はい、まあ職人を募集してる業者さんだよねはい業者さんがもうマッチングさせる、まあ、サイトを、まあ、今作ってましてまあちょうど500社、はい、500社までは無料ってことでやってますんではいぜひ何と、まあ、今のうちに登録してもらって、はいまあ結構いろいろうちでも DM とかも来るよね来ます来ますうちじゃなかったうちって間違えちゃうんだ塗り替えと俺の会社じゃなかったまあ塗り替えとしては結構 DM とか来てるでしょ職員採用しましたとか、はい、会社見つかりましたとかさ、はい、で結構職人とかも結構やっぱりそのいいよねそのなんて言うんだろうな誰にも見られないっていうのが、はい、職人は特にそうですねそれでぜひやってほしいよね、はい、でまあ500社超えてもなんかもともと500社までに登録している方は、はい、そのなんか優遇してくれるんでしょらしいですこれ2500円ポッキリはいなんと今ならお得にっつってセットハンマー1個をつけますそんな感じそんな感じですはいってことでね、まあ、建設業専門の、まあマッチングサイトもやってまして、はいまあ、あとは外壁塗装をねお客さんと外壁塗装業者のマッチングもするサイトも今
あるんだよね。あります。まあそういうのもあるんで、一応まあお客さんも見て、お客さんも外壁塗装したいなと思ったら、まあ愛知県外とかだったらぜひまあそのサイト見てもらって、はい、まあ近くでなんか良さそうな業者がいれば、まあそこにまあ電話して、電話したからって別にあのやるわけじゃないから別に、はい、ね、なのでそのまあ一回話聞いてみるのもありなのかなって思います。はい。でまああとはね、業者さんもぜひ登録してもらえたらね、はい、やっぱりまあ愛知県だったら僕ら行っちゃうけど、それ以外だったらね、やっぱそういうつながりが欲しいよね、やっぱさ、はい、みんなお互いこうね、塗装業界を活気づけてね、こうやってパッてよいしょよいしょで上げていくみたいなね。はい、ね、はい、長い話、俺いつも長いって言われるんだ。長くないです。長くないです、はい、やめてください、コピーしてくださいってことでぜひチャンネル登録といいね、コメントもよろしくです。お願いします。お願いします。はい、また見て。Yeah.